はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今ちょっとまずいことが起きてます。僕がちょっとだけふざけた動画を出してるんですけれども、レッスンゴレライレッスンゴレライシュッとシュッとシュッレッスンゴレライシュッシュッとシュッとした器にもうシュッシュッとシュッとしてねえな。この動画を見てる人たちが、まあ、僕が何にもできないんじゃないかって思ってる人が多いんですね。なのでちょっとここで僕の紹介をしておきます。とりあえず僕は本も書いてます。その僕が書いた本が、僕の著書の本がこちらです。その他に、まあ、作品掲載本とか監修本とかも結構いっぱいあるんですけれども、あと雑誌の連載も、まあ、覚えてる限りだと10本以上はあります。まあ、主にというか常にやってるんで、まあ、それも全部はもう覚えてないんですが、ある程度こう大きいところのやった装飾とかを挙げるとこちらですね。まあ、こういうことをやってきました。なので、まあ、とりあえずフラワー TV では、まあ、簡単な花束とかも作ってますけれども、難しいのもできます。できるんです。まあ、そういうね、難しいのもやってほしいっていうね、声も多いんですけれども、まあ、それはNフラワーのスクールで皆さんにお教えしたいと思います。はい、少し分かっていただけたでしょうか。なので、まあ、これからもこうフラワー TV ではなんかこうちょっとね、難しいことをやってほしいっていう声もあるんで、まあ、例えば競技会にこう入賞するためにはどうしたらいいのかとか、まあ、入賞するための作品作りとか、まあ、そういうこともね、ちょっとこう入れ込んではいきたいと思いますけれども、まあ、基本的にはこのフラワー TV はこう今までいじったことがない人でも簡単にこう手軽にお家には花が飾れるというのをモットーにやってます。なので、まあ、そういうスタイルでいきたいと思ってます。はい、ではね、また次回は簡単なブーケを作っていきたいと思いますので、楽しみにしていてください。はい、ではまた次回お会いしましょう。 See you next time.